はい、どうもことです。今日はね、ワニマのチャームの解説をしていきます。で、またね、ちょっとさっき撮ったんですけど音声が取れてなくて、またちょっと2回目の撮影なんでちょっとサクッといきます。申し訳ないです。チューニングがレギュラーチューニングです。で、BPM が205です。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあ早速イントロからやっていきたいと思います。でね、もうちょっとパワーコード多いんで、なんかもうちょっとできそうなやつはもう省いていこうかなって思います。で、ちょっと難しそうなところを重点的に解説する感じでやっていきます。で、早速イントロのクリーンのところから、まあオープンコード、ローコードでもパワーコードでも、まあどっちでも大丈夫だと思います。まあ、こだわりがないのであればパワーコードで統一しちゃって形を覚えてしまった方が楽だとは思います。で、これね、基本コードなんで、ここだけちょっと解説します。で、パワーコードの、まあ、結構よく見るコード進行やと思うんですけど、じゃあまたルートの音をフレットで言っていくんで、最初が6弦の1フレット、5弦の3フレット、5弦の5フレットで、6弦の5フレットに下がります。で、6弦6フレット5フレットに戻って、3フレットで、最後に5弦の3フレット。はい、まあゆっくりやって下にコードを出すんですけど、はい、まあこれが基本形なんで、これさえ覚えてしまえば、あとはまあ、まあ最後ケツにちょっとこっちの方行ったりするだけなんで、まあ、その辺はちょっと頑張ってください。はい、じゃあその次のパートのオクターブ奏法のリードパートの方やっていきます。はい、じゃあこの部分ゆっくりやっていきます。最初が F のパワーコード、一発ジャーンって鳴らして、で、そっからオクターブ奏法ですね。全部最初が5弦の3、5、7です。ここが、7、8、7、12、13、12です。で、5フレットに戻って3フレット、8、10で、最後に12フレットと10フレットの連続ですね。ここね、しっかりミュートして、しっかり歯切れいい感じで弾いた方がかっこいいと思います。はい、多分まあタブ札した方がみんな分かりやすいと思うんですけど、やっぱりね、ギター解説を歌ってるんで、やっぱり言葉で説明しないとダメかなと思って。はい、まあそんな感じで、じゃあ次行きましょう。A メロの最初はほとんどイントロと一緒なんで、ちょっとパスします。でね、その先にクリーンのちょっとリードっぽいのが入ってるので、それの解説します。はい、じゃあこの部分ゆっくり解説していきます。でね、音をちょっとクリーンの歪みを消して、最初ね、そのスライドで入る感じですね。スライドで、4弦の7フレット、じゃあちょっとめっちゃズームします。
じゃあここ、4弦7フレットです。ここここ2本弾いてます。3弦の9フレットと4弦の9フレット。で最後がオクターブです。できる限りスライドで弾くといい感じに聞こえると思うんで、はい、ちょっとネチっこい感じで弾いてください。はい、じゃあサビの手前ちょっとやってみます。はい、じゃあ次サビなんですけど、まあイントロとほぼ一緒なんですけど、せっかくサビなんでちょっとやっときましょうか。はい、サビ、まあ、気をつけるところというと、なんすかね、その食う場所があるんですよ。その反拍前で、ワンツースリーフォー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 、ワン。わかりますか、このちょっと、まあ、シンコペーションって言うんですけど、反拍早く次のフレーズに入る感じですね、イメージとしては。あのバンドでやるなら、楽器体が揃えることでね、結構縦のリズムが揃って綺麗になるんで、この辺もねぜひしっかりと合わせてみてください。はい、じゃあちょっと来ましたね、山場が。多分みんなここが知りたいんだと思うんですけど、じゃあちょっと一回やってみます。ごめんなさい、ちょっとバタついてますけど、もうちょっと練習します。じゃあここの部分ゆっくりやっていきます。ちょっとズームしてゆっくりやります。最初の音がね、これ5弦の8フレットなんで、まあ、それを目安に、見てください。いきます。はい、これ結構テンポがね、やっぱり早いんで、まあいかんせんバタついてしまうんですけど、まずテンポ落として BPM 遅めから練習していけば多分いけると思うんで、頑張ってみてください。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。よかったらね、下の概要欄に各種 SNS の URL と、よかったら僕のバンドのホームページあるんで、チェックしてみてください。ではまた。